こんにちは。なんかやっぱ黒着てるから画質がモヤモヤ。こんにちは。ちょっと15分だけしようかなって思います。一旦そう15分だけ。ちょっと準備でもしましょうかね。こんにちは。そう、昨日はアウトレットに行ってきました。昨日みんなと配信して、その後アウトレット行って、もともとアウトレット行く予定だったから、一旦私ん家に集合して行ったって感じなんですけど、うん、そう、いろいろ買ってみましたね。これも昨日買いました。ギャップです。ギャップです。なんかセットアップかと思って買ったら、私なんかセットアップなんだけど、お互い違うセットアップだったの。なんかこのセットアップと下のセットアップが合ってなくて、セットアップ商品なんだけど、なんか別々にあれだってね、なんか適当に選んだら、まさかのなんか下と上、逆というかお互い別々がいるんですよ、セットアップなのに。だから若干ね、柄が違うの。なんかこの上のセットアップだったら下のセットアップが、いや置いてあったんだけどね、なんかサイズないなって思って適当にパッて選んだら、そう、別売りで、これだったら、そう、これになるじゃん、それだったら下にも同じこういうね、ロゴがあるの。でも私はこれなんです、買っちゃったのが。このギャップ。で、これだったら、これも、なんか上がパーカーみたいなやつで、パーカー嫌だったからこっちにしたら、なんか、ハーフジップとかパーカーもこういうスウェットが良かったから、これにしたら、なんかまさか違うやつで、びっくりしました。でも、なんか、昨日ね、めっちゃ暑かった、全部すごいなって思った。なんかさ、前はさ、アウトレット行ってもさ、あんまりさ見なかったからさ、この楽しさというかね、アウトレットその、うん、楽しさがあんま分かんなかったけど、今はさ、やっぱこうやってさ行くようになっていうか、いろんなお店のブランド知るようになってから、なんか見るのが楽しかったです。そう、なんかアディダスとかナイキもめっちゃ30、このちなみにこのナイキじゃない、ギャップのセットアップは 45% オフです。やばくない？マジ安い。 45% オフなんだよこれ。もともと 40% オフのなんかアプリ入れたら新規会員で5% オフになるんで、合計45%ね。すごいよね、めっちゃ安くて、みたいな、すごくない？マジで。靴も買ったんですよ。じゃあ落ちちゃった、ちょっとうるさいかな。靴も買って、靴は 30% オフかなで買いました。なんかお母さんに今安いからなんか買っときなさいって言われて、なんかいいの見つけたので、サイズがあんま合わなかったけど、まあちょっとしたあれなんでいいやって思って買っちゃいましたね。
こんなで行ってきました。で帰りにご飯を食べてみんなお家まで送って、昨日めっちゃ早くお風呂入ったんですよ。いつも私お風呂入るの遅いけど、昨日は早めに入ったからめっちゃあれでした、長風呂しました。めっちゃ長風呂してみて見ましたね。なんかねアウトレットいいんですよ。アウトレットはなんか楽しいです。なんか私これセットアップかと思ってたから、セットアップじゃないのがちょっと辛いんですけど、セットアップじゃなかった全然。お互い別の、まあセットアップっぽくは見えるっちゃ見えるしいっかって感じで、黒と黒だしね、どうせちょっとセットアップっぽくは見えるかな、許容範囲ということで。ちょっとね、そうびっくりしたもん。ね、色同じだからさ、いいよね。マジでびっくりしました。大好きな動画他は靴とカーディガンです。私カーディガン集めたくて、でも一旦今持ってる服を一通り着ないと服買えないから、なんかもったいなすくて。でもね財布も買いたかったの。でも財布はなんか忘れちゃってた。財布めっちゃボロボロだからさ、私けど忘れちゃいましたね財布は。なんか来週から寒いらしくても、だからそろそろ私の、そう来週の火曜ぐらいから、来週でも明日明後日ぐらいか、な寒いらしくてもいよいよですね。なのでちょっと対策がね必要ですが、寒、なんか急にそんな寒くなるんだね、やめてほしいよ。そうでもなんかね寒くなっちゃう、困ったもんだわ。では本当に可愛い服が、あ靴も見せてあげる。靴はなんか私ずっと前からベージュ系の靴欲しいなと思ってて、買ったのがこちらです。でもね、なんかこれはね元々安かったんだけど、なんかより安くなってて、なりました 30% とか。良くない？こちら。かわいい。
ね、ベージュ系欲しいなと思ってたらね、ベージュってこういう暖色系、暖色系なんですこれ実は。若干ねこういうの可愛いなと思って、これ今日履いていこうかな。やっぱ今日のは、今日には、ね、多分私の私服とかに合うと思うんだよねこの靴は。そうでもなんか最近またインスタ頑張りたい時期になってきたんで、昨日も投稿したんですよ実は見てください、いいねを待っております私はずっと。でクリスマスマーケット行きたいんだよね。ね、クリスマスマーケットに行きたいです。ね、チュロスの時期です。博多のはね2回ぐらい行って、多分天神とか今日とか昨日から始まってるやん。クリスマスマーケットね行きたい、マジ本当に行きたい。可愛いよねクリスマスマーケット。限定マグカップは去年ね天神の買ったんよ、あの天神のさ、なんだっけ区役所前かな、でめっちゃ可愛かったから買ったけど私は博多の方が可愛かったかなっていう印象。そうね、今日目撃者行きましてね、今日はゆうりさんの生誕祭です。今日髪型何にしようかな、いつも迷うんだよね髪型。一周回ってストレートでもいいかなとか思っちゃってるんだよね最近どうしよう、か、まあ、ここおろしたいから、今日の気分的にはね、迷うわ。何がいいかな、なんかね迷うよね私、でもいつも同じようなやつしかしないからな。あ、806日だ。じゃあ終わっちゃおっかな、ちょっと早いけど、ちょっとご飯を食べたいんです私は参ります。13位、マーヤンさんありがとうございます。12位、サイニャンさんありがとうございます。11位しみしみさんありがとうございます。10位しんさんありがとうございます。9位ワンタンメンさんありがとうございます。8位カンさんありがとうございます。
7位カズパンさんありがとうございます。6位なっちゃんさんありがとうございます。5位シーナさんありがとうございます。4位ミルンクラゲさんありがとうございます。3位ソーシさんありがとうございます。2位スティックさんありがとうございます。1位シンさんありがとうございます。ありがとうございます。今日は公演です。頑張ります。さよなら。多分夜は時間がどこにも私が行かなければ夜もします。おやすみなさいじゃなくて、さよなら、またね。